前回もここで行き詰まり、ただ昼食をとって終了してしまった。そう、実質何も進んでいないのだ。それもこれもあの無人の駅前ビルのせいだ。詳しく説明しよう。今から数年前、サビル市の郊外にはそれはそれは大きなショッピングモールがオープンした。すると買い物客がこぞってそちらに流れてしまった。数は力だとはよく言ったものだ。まあこれにより駅前に数多くあったスーパーマーケットや個人商店は軒並み閉店もしくは撤退してしまった。そして駅前のシンボルで屋上に動物園のある風変わりな商業ビルも採算が取れず65年の歴史に幕を閉じたんだ。そしてその動物園も市の端の方に移転してしまった。まあここまではどの地方にもある話なのだが、話はこれだけでは終わらない。閉店から5年経った現在、その商業ビルは未だに解体されていないのだ。それはなぜか。まあ莫大な解体費がかかるというのもあるのだが、何より所有者がごねている。何を言っても僕は嫌だと某坂道アイドルのように言ったか言わずか、壊さないの一点張り。あ、ではでは市の方で買い取って莫大な解体費を賄いますので、ぜひとお伝えしたところでも、売るもんかと首を縦には振ってくれない。そう、かなりの頑固者だ。それによりサベル市には山があり、湖があり、太平洋にも面している。そんな自然あふれる中で取れる特産物もあるのに、いらっしゃった観光客の人が駅前を見てがっかりされる。がっかりされるならまだました。 SNS などでは薄気味悪がって、お化けが出た、人のうめき声を聞いたなど、あることないことを言われる始末。このままではいかん。我々プロジェクトチームが再び立ち上がったのだ。再びと言ったのは以前にもあったのです。先輩の狛江さんたちの時には駅の中にちょっとしたコミュニティスペースを作ったんです。そしたらそれが市民の方に好評だったようで、その時リーダーだった狛江さんは出世し、今や市長の秘書にまで上り詰めたのか。我々だって再開発に成功して、あの番組みたいに、なんということでしょう、お化けが出ると噂のあった駅前がこんな華やかに、今では本当の人間がほら歩いてるんです、とかやりたいんだよ。あ、今日の会議これで終わり。また次回。またここで終わっちゃったよ。進まないな。お、噂を知った。小前先輩、お疲れ様です。どうしたんですか、浮かない顔して。浮かない顔はもともとでしたね。で、何かあったんですか。奥様と喧嘩でもしたんですか。市長と、あ、なんだ、白熊か。で、何しでかしたんですか。あ、運転してて道間違えたとか。あ、お礼状の宛名書き間違えて、この鍵違うだろ、違うだろとか言って殴られたとか。なんすか、駅前の件言ってくれたんですか。ありがとうございます。で、市長は、あの白熊本当にそんなこと言ったんですか。市のトップがそんなんじゃ、せっかく復活した我々チームの意味が。提案？何ですか？僕が？失礼します。白石市長、突然ではございますが、現在のサビル市の現状、そして駅前の過疎化問題についてどうお考えですか？さようでございますか。今のご意見を市長のお口から直接お伺いすることができて、私の決意はより強固なものになりました。
前置きが長くなりました。私、次回のサベル市の市長選に立候補させていただきます。よってこの市役所も一旦辞めさせていただきます。長い間お世話になりました。もちろんそのつもりです。ですから一旦なのです。次お会いするのはおそらく公開演説会の時ですかね。その時お会いできるのを楽しみにしております。では失礼いたします。ああ、行っちゃった。あ、先輩、ここです、ここ。読みの祝い。ここの刺身、なんでもうまいんですよ。よいしょ。大将、ビールと三種盛り、お任せで。白熊に宣戦布告したのはいいものの、どうしたらいいですかね。有権者のほとんどである年配の人たちにとっては未だに絶大な人気ありますからね。でも逆を言ったら、残りの人たちにとってはサベル氏を衰退させた偉そうなじいさんって印象だから、そこの層をぐっと掴めればまだ勝ち目あるのか。はい、どうも。はい、あ、すいません。まあ、まずはサベル市の現状をしっかりと把握してってとこですかね。資料人口はここ10年17万人で推移している。市全体の平均年齢は年々上昇中。そうなってくると本州から30-40代の家族持ちの働き手を連れてきて、働く場所ないし住む場所もな。今ある施設を生かしてって言っても限界あるしな。こうなったら1個でかいのを新しいのドンって作った方が可能性あるんですかね。それだ、皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日はサベル市市長立候補者による公開演説会です。まずは三笘関東候補です。お願いいたします。有権者の皆さん、いやサベル市市民の皆さん、こんにちは。私サベル市の市長に立候補いたしました三笘関東でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私がなぜこの度この市長選に立候補したかと申し上げますと、この町に人を呼び戻したい、かつての活気を取り戻したい。私が幼い頃によく通っていたスーパーマーケットや遊園地はもうこの町には残っていません。駅前通りを見れば歩いている人は見当たらない。なぜなら常にシャッターが閉まっているという状態だからです。いや、常にシャッターが閉まっているから駅前を歩かないのかもしれません。ではどうするか。人がいないのであれば外から人を呼べばいい。今日本中で話題となっている IR 統合型リゾートです。あれをサベル市に呼びましょう。ちょうど隣は国際空港のある加須市。海外からのお客様にとっても
交通の面ではバッチリ。そして何よりサベル市には広大な土地がある。山がある、海がある、太平洋もある、湖もある。そんな自然あふれる魅力的な街なのだからこそ、気に入ってくれる人も必ずいてくれるはずです。この話をすると、必ずギャンブル依存症が、治安が心配だという人が出てきますが、ではなぜこのサベル市にはこんなにもたくさんのパチンコ屋があるんでしょうか。なぜ駅前にデカデカと競馬の場外馬券場が存在してるんでしょうか。それらができると分かった時、皆さんは反対されたのですか。それに私は、IR ができたからといって治安が悪くなるとは思えない。誰でも彼でもタダで入店できるパチンコ屋とはわけが違います。カジノへは世界中どこを見ても入場料を支払わないと入店できません。先ほどの国会でも1回あたりの入場料を6000円から7000円あたりに基準にしようと話し合われていました。そして入場頻度も週3日から4日程度に規制しようとも話し合われました。そしてここからが一番肝の話。 IR を作る代わりにカジノの収益の一部をこのサベル市に納めてもらうんです。このようなデータがあります。北海道が弾き出した試算によると、 IR 全体の年間売上が最大で1600億円、固定資産税や法人税などサベル市に支払われるであろうお金が最大で30億円。私はそのお金をもとに福祉事業、子育て環境のさらなる充実に当てたいと思っております。確かに順番が逆だと感じる市民の方もいらっしゃると思いますが、では税収を増やすためにはどうしたらよいでしょうか。もちろん無駄だと思うところは切り詰めます。ですがそれだけでは皆さんのための額は捻出できない。住民税値上げしますか。市営バスの運賃値上げしますか。嫌ですよね。 IR を作るとなると工事をする人が来る。それも最大で4万5000人と言われています。そして完成したら各施設で働く人が来る。雇用者数は5000人から1万人とも言われています。その人たちがサベル市に住む、人口が増える、買い物をする、物価が下がる。もしかしたら一人当たりの住民税の額が下がるかもしれない。市全体の平均年齢も大幅に下がり、かつての活気が戻ってくる。いかがですか。そもそも IR とはカジノが全てではありません。 IR 全体面積のわずか 3% しか占めていないのです。そしてこれも先ほどの国会で話し合われていましたが、カジノ基本方針案の認定審査の基準というものが話し合われました。果たしてそれはどういうのか。カジノ、国際会議場、展示場、日本文化の魅力を伝える施設、観光案内施設、そしてホテル、この6つを最低限の要求基準にしようという話です。皆さん想像してみてください。国際会議場があるのであればサミットやってもらいましょう。展示場があるのであれば3日間で最大30万人が来場するコミックマーケットやっちゃいましょう。2年に一度のモーターショーやっちゃいましょう。サベル市の誇る宇奈桑山コンルコの魅力を伝える自然文化施設を作り、改めて我々も勉強し直しましょう。そして夜はカジノで遊び、ホテルで夢のひとときを過ごす。私は将来的に IR の近くに新しい駅を作り、サベル駅とをつなぐ北海道で初のモノレールをと考えております。そのためにも駅前を
再開発しないといけません。サベル駅の現状は皆さんの方がより把握されていると思いますが、バス停があちこちに点在し、観光客なら私、地元市民である皆さんですら自分の乗りたいバス停を見つけるのが困難な状況ですよね。ですから駅前の再開発にも力を入れます。閉店から長年手つかずの状態のままになっている駅前の商業ビル、通称白熊ビルを解体し、駅前のバス停を一括管理することのできる大型のバスターミナルの建設を目指します。そのためにも引き続き所有者の方と話し合いをじっくりと重ねてまいりたい所存でございます。私は先日まで市役所に勤めておりました。その時、再生プロジェクトというチームのリーダーを務めていました。その際も何度も何度も話し合いの場を設けましたが、なかなかご理解いただくことはできませんでした。そうでしたよね、白石さん。皆さん、このサベル市の名前の由来ご存知でしょうか。入場の際にお配りした資料をご覧になりながらお聞きください。もともとはサンベルと呼ばれておりました。サンベが心臓、ルが道というアイヌ語から来ております。心臓への道、つまり大都会札幌へ向かう道という意味だったようです。そしてこの漢字、札幌へ向かう道の至る所に宿場町が広がっていました。その情景を目の当たりにした人が、人助けの輪が町の外れの方まで広がっているという意味を込めて、サ・ベ・ルという漢字になったようです。冒頭でも申し上げましたが、私は大変魅力のある町だと思っております。いや、大変魅力のある町です。かつての活気ある駅前、そして市全体にしていきたいのです。そのためには市民全員で一致団結し、一歩二歩とは言わない、半歩でもいい、ゆっくりとしっかり力強く歩みを進めていきたいのです。このまま何の変化も起こさなければ、この町は確実に衰退します。皆さん、ご理解ください。そして自覚してください。皆さん、これはサベル市の生きるか死ぬかをかけた戦いなんです。私は白石候補とは違い、大した学歴も華やかな経歴、そして確かな政治手腕、何一つ持ち合わせておりません。ですが、この大好きで生まれ育ったこの町に恩返しがしたい、そのタイミングが来たと思っております。皆さん、お力をお貸しください。皆さんでニューサベル市を作り上げていきましょう。ご清聴ありがとうございました。三笘監督候補、ありがとうございました。続きまして、白石熊蔵候補です。お願いいたします。白石熊蔵候補、ありがとうございました。以上をもちまして公開演説会を終了いたします。皆様、ご参加ありがとうございました。皆さん、絶対に選挙へ行きましょう。皆様、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日はサベル市市長立候補者による公開演説会です。まずは三笘寛人候補です。お願いいたします。
三笘監督候補ありがとうございました。続きまして白石熊蔵候補です。お願いいたします。ただいま紹介に預かりました、私白石熊蔵でございます。皆さんご存知、白熊市長ですよ。あ、今は市長候補でしたな。座らせてもらいますよ。おい、お前らテープ回しないでな。許可のない録画録音はいけませんよ。長年このサベル市の市長を務めてまいりましたが、私が初めて市長として行ったのは本部の環境整備でございました。当時はもっとやることがたくさんあるだろう、大切なこともあるだろう、エモークのお叱りの声をいただきましたが、私の父熊次郎の持論といたしまして、動物のいないところ人は集まらないという持論がございましたので、真っ先に本部の授業に取り掛かりました。そのおかげです。本部に白鳥がたくさん集まってきましてね、その白鳥モデルにしたなんつったかな、あのぬいぐるみ、ああそうそう、ゆるキャラもできましたね。あんたたちの子供や孫も好きでしょ。お、おじまちゃん、サベルのベルちゃん好きかな。知らない、ダメじゃないか。帰りにパパとママに買ってもらいなさい、ずっと好きになるから。まあまあ、元をたどれば全て私のおかげなんです。皆さんもね、これが終わって帰ったらこの話をいろんな人にしっかりと伝えるように、私に感謝する。そして私が以前園長として勤めていた白熊動物園にも足しげく通うように。あ、まあこれは冗談として、サベル氏にはね、人はたくさん来てるんだ。あのこの前もなんだ、あのなんだか変装の行事あったろ。ああそう、コスプレ祭りってやつ。なんだか全国からわけのわかんない学校してやつらが大勢来たじゃないか。あ、ちなみに私、白熊というあだ名でね、あの熊のプーさんのコスプレをしましたらね、顔色の悪いヒグマだって言ってきた職員がいましてね。そういえばあいつ、最近顔見ないな。なしてたのか。もしかしてどこかに飛ばされちゃったかな。いや、まあまあ、とにかくサベル氏には人は来てるんだ。だからね、あんな IR なんてカジノなんていらないんです。なんでもかんでもね、カタカナにしたりね、 ABCD を使えばね、おしゃれに聞こえると思ったらね、大間違いなの。あんなのはね、いわば賭博場だ。そんな野蛮なものはいらない。今のままでいいんです。現状を維持がいかん、それこそが一番難しいんです。それを私は20年以上もやっていたんだ。これだけ言えばみんなにも伝わっただろう。以上、白石熊蔵候補ありがとうございました。以上をもちまして公開演説会を終了いたします。皆様ご参加ありがとうございました。皆さん絶対に選挙へ行きましょう。あ、今白石熊蔵候補が選挙事務所にやってきました。支援者の声援に手を挙げて応えています。いやいやいや、皆の衆、ご苦労さん、ご苦労さん。いやいやいや、開票が始まってから3時間経つのいうのに、まだ当選にならないというのは、開票作業が遅れてるのか。一体何をやってるんだ。タラタラしてんじゃねえよ。そうだろ、みんなも早く帰りたいや。
しましょう。はい、どうぞ。あ、そういえばあのシム子が食べてたあのお菓子美味しいよね。もうじゃあタラタラして。おお、すまんすまん。おお、どうぞどうぞ。うん、ご苦労さん。私の当初の予想通り長く感じたな。私はこんなに長くやる必要はないと言ったのに、そこにいるあいつらがね、いや、やった方が先生って言うもんだから、そっか、なんつってやったもんだからね、本当に。あ、そういえば、この前、とんでもない嬉しいハプニングがありましてね、我が陣営で一番可愛らしいウグイス嬢がね、スカート履いてきて、でリュック背負ってて、そんな、背負ってるリュックと背中の間にスカート挟まっちゃって、可愛らしいクマさんのおパンティーが丸見えだったんだよ。傑作じゃ傑作。あ、三笘監督候補が選球事務所にやってきました。支援者の声援に、あ、深々とお辞儀です。そして後援会長でスカイエアライン日本社長の鴨志田氏とがっちりと握手です。開票開始から3時間経った現在も未だに結果が出ないというこの選挙を、三笘候補はどのように感じているのでしょうか。支援者の皆様、こうして夜遅くまでありがとうございます。そしてマスコミの皆さんも連日連夜熱心な取材ありがとうございます。やるべきことは全てやったつもりです。ですがなんせ相手は白熊です。我々は小さな小さなハムスターです。それぐらいの実力差はあると感じております。ですのでさほど期待せず、気長に待ちましょう。失礼いたします。はい、お願いいたします。お疲れ様でした。あっという間でしたね。あ、でもとても充実してました。私はサベル市の市内を細かく回らせていただきましたけど、まだまだ自分の知らないような問題がこんなに多くあるんだなと痛感させられました。少しでも安全な解決策をご提案できればなというふうに考えております。そして何より老若男女問わずたくさんの市民の方々から熱く力強いご声援をたくさん本当にいただきましたので、心強かったですし、ありがたかったです。なんせこれだけの数の方が味方としていてくれるんだというのを目に見えて分かりましたので、それだけでも出馬してよかったなと思える選挙期間でした。はい、ありがとうございます。皆様のおかげです。これからは市民が暮らしやすく、いらっしゃった方が過ごしやすいと思える街づくりをしていけたらと思っております。皆様ありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。サベル市の新しい市長、三笘君、今日は一体何の用で。あ、また出馬を決めた時のように私に一言物申そうと思ってわざわざこんな小さくてくっさい動物園まで来たのか。いや冗談だ冗談。臭いのは本当だ。いやいや座んなさい座んなさい。いやー、私もね、こうやって四半世紀ぶりにね、園長としてここに戻ってこられて、君には感謝してるんだよ。で、何の用だ。ビルか。何度も言っているが、白熊ビルは壊すつもりもないし、あの土地を譲るつもりもない。ましてや、市の金でうんぬんなんて。だったら私が市長の時に市長案件として真っ先に実行したわ。それに
な。 IR も反対だからな。まあ演説会ではああ言ったが、何もギャンブル依存症があるから治安が悪くなるからという頭ごなしに私は否定しているわけではない。そこら辺の何も考えてないジジイババと一緒にするな。私だって勝手に20年以上市長の椅子に座っていたわけじゃないんだ。お前みたいな若造に何がわかる。出ていけ、二度と来るな。お待ちしておりました。私、サベル市の市長三笘関東でございます。本日はよろしくお願いいたします。おかけください。いやでもまさかでしたよ。世界有数のエンターテインメント会社ナジュム・エミールさんがこの我がサベル市を第一候補としてしていただけるなんて本当もう夢のようです。はい、え、そんなとんでもない、いや、そんなにお褒めの言葉をいただきましてもコーヒー以外何も出ませんよ。いや、でも本当そうなんです。このサベル市はうなくわ山、コンヌ湖、この雄大な自然が広がっている、それこそが自慢なんです。ただ、どうかなさいましたか。その問題ですか。それに関しまして、我々も頭を抱えているという状況でして、解決策をいろいろ模索しているのですが、いまいちどうも。やっぱりニューサベル市誕生のためにはあの駅前をからなんですよね。ところでポロセセキ新道さん、もし仮にサベル市に IR をとなった場合どのようなイメージをお持ちですか。
ャンブル依存症に精通した人材を起用し、 IR の施設内外で様々なプログラムを行って、売上の一部などを依存症患者を支援する団体に寄付をするなどして、問題解決のために積極的に取り組んでいます。そして子どもの将来にカジノはいらないと言っている市民団体があるようですが、我々は次世代の人材育成にも力を入れています。まあ例えば夏休みなどの長期休暇を利用し、1、2週間我がホテルで職業体験を行ったり、エンターテインメントの面ではパフォーマーとして出演したい人をオーディションし、勝ち抜いた一組だけを弊社主催の音楽ライブに前座として出演してもらうなど、将来の道を決める際のお手伝いをさせてもらっています。受け入れてもらうためにはさまざまな角度からアプローチを仕掛けています。やはり最初は未知のものなので拒否反応が強く大きいんです。でもそれを理解してもらうために我々は日々活動しています。そしてこれは条件付きということになってしまいますが、 IR を我々ラジオエミールにしていただいた場合ですが、駅前の再開発問題もお手伝いさせていただけませんか。そうです、現在の白熊ビルの位置にですね、新たな複合ビル、市長は確か大型のバスターミナルの建設を目指しているんですよね。まあこれはあくまで案の一つなんですが、1階にバスターミナル、2階から4階に新たな市民ホール、そして5階から最上階までをホテルもしくはマンションにする。宿場町としての歴史があるからやはりホテルの方がいいですね。そして名前もノチューカムイビルにするんです。アイヌ語で星の神です。かっこいいですよね。ちなみにナジュムエミールはアラビア語で星の王子様なんです。王子よりも上の神ですよ。どうですか。まあこれもその持ち主の方との問題が解決されないと実現できませんがね。なんだったら動物園も屋上に作っちゃいましょうか。だって町のど真ん中に町並みを見ながら電車を見ながら動物と触れ合うなんてなんだか楽しそうじゃないですか。なぜそこまでと言われましたか。まあ一つはルーツがあるというのもあるし、私の地元に似てるんです。私はアメリカの地方で育ちました。都会的な面もあれば田舎のような自然な面もある、二つの顔があったんです。唯一ないとしたら四季がなかった。サベル市は当然日本だから四季はある。候補地選びを始めたらサベル市を見つけた時、懐かしい気持ちになりました。もうほとんど私の一目惚れでした。その時このプロジェクトをサベル市に全てを捧げようと心に決めたんです。私の地元ですか。巨大ハリケーンに飲み込まれて跡形もなくなりました。続きまして IR の件でございます。先日大手エンターテインメント会社の日本担当の方とお話しする機会がございました。その方曰く、このサベル氏を第一候補として積極的に話を進めるということでございました。で、演説会の時にも申し上げましたが、その IR が完成した暁にはお金を納めていただき、介護福
祉、子育て環境、障害者支援、道路、歩道の補修、拡張、展示ブロックの設置など、様々な事業に投入していく方針でございます。そしてその日本担当の方は、条件付きではあるが、IR がその会社になった場合、駅前の再開発問題もお手伝いしていただけるかもしれないというお話をですね、好き勝手なこと言うなよ。駅前を直したいけどもカジノはやっぱりなって、そんなわがまま言ってらんないでしょ。なんせわかんないかな。もう残された道は2つに1つ、 IR を呼んで駅前をきれいにしてもらうか、それとも何にもしないでこのまま廃れていくか、どっちかしかないでしょ。分かってください。そしてですね、質問状にございましたIR に関する住民投票の件でございますが、私はするつもりはもうとうございません。なしてなしてってそんななじまないでしょ。え、なじまないんだよ。住民投票の件言わない方が良かったですかね。ごめんなさい。いや、でもだからこそ新藤さんたちと協力して説明会だったり議事体見解を行って市民の皆さんの理解を深めていくしかないんです。このチャンス逃したら駅前どころか市全体が廃れていく一方なんですよ。お前先輩だって分かるでしょ。街全体に活気があったら若者だって外に行かない、むしろ外から若者来ると思いません。働き手だって来る、観光客も来る、事業の人も来る、その人たちがいろんなお店にお金を落としてくれて、それで最終的に市全体が潤うんですよ。なあ、じじ議員ども、本当に何も考えないで。いや、カジノはやっぱりな、物騒で、いや、おっかないな、なんつってっけど、パチンコとわけ違うって何度も言ってんのにさ、上品さでレベルが違うんだっつうの。バカな人通りでそんなこと言って、でさっきも議会議場でも言いましたけど、だから納めていただいたお金でね、いろんな事業に投入できるんです。そしたらさ、いろんなみんなが豊かになるんです、みんなの生活が。いや、だって先輩そうでしょ、みんないい生活したいでしょ、そのための IR なのに。せっかく知事だったり経済団体が前向きに話進め始めてるっていうのにさ、本当に、昨日になってる。いつの間にか明日を迎えてしまっていた。うっそ。ああ、どうしようかな。まずは風呂か。そうだな、風呂だな。地震か。やけん長いの。うそ、うそじゃん。
でかっ。あっ、うわっ、あっ、なになに、いや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 、もう揺れてるつもりだよ、バカ。まさかですけど、市役所に今すぐ向かってもらえますか。気をつけて向かってください。はい、僕も。はい、失礼します。あ、何これ、あ、停電、マジかよ。はい、急がないと。先ほど9月6日午前3時7分ごろ、発生しました胆振地方中東部を震源として、震度7の最大震度が観測された地震の情報を、お伝えいたします。まず同北海道を通じまして政府に自衛隊の派遣を要請いたしました。そして鮫浦市の怪我人です。鮫浦市全体で3名いずれも軽傷です。そして現在発生している停電でございますが、発電所のトラブルにより鮫浦市のみならず、北海道全体で停電が発生している模様です。いわゆるブラックアウトの状態です。北海道電力さんが全力で復旧に取り組んでおられますが、しばらく不便な生活が続くと思われます。ですが皆さん、まずは落ち着いて命を守る行動をお取りください。そして鮫浦市全体各町内で、避難所を開設しております。ご自宅が不安だという方はなるべく外が明るくなってから移動の方をお願いいたします。そして地震発生時に聞こえてきました大きな轟音の件ですが、入ってきた情報によりますと駅前の通
商業ビル、通称白熊ビルの一部が倒壊したという情報が入ってまいりました。失礼します。白石さん、おけがを。動物社長、そうですか、それはよかった。被害届は出されましたか。何のデマに対するんですよ。あれは立派な犯罪ですよ。ならって、白石さん、もう白熊ビル解体するしかないと思います。半壊のあの状態で怪我人が出なかったのは本当奇跡です。でもあのまま残しておいても二次被害、三次被害、線路の方にまで行ってしまったら JR の方にも迷惑をかけてしまいます。ですから、あ、それに解体に協力してくれる企業の方も出てきてるんです。ですから、売る？何ですか突然。どうでもよくなった。いや、あそこは白石家にとってもおじい様の熊之助さん、お父様の熊次郎さんが作り上げた大切な場所なんじゃないですか。確かに瓦礫の山になってはしまいましたが、それは地震のせいです。あの場所は白石家にとっても白熊さんたちだけの思い出の場所じゃないんです。サベル市市民にとっても大切な場所なんです。かくいう僕もそうです。幼稚園の入園のお祝いで親族総出で食べに行ったレストラン街でのお子様ランチの味、変身グッズが欲しくてダダをこねたおもちゃ売り場、祖父母が成人式のお祝いにスーツを買ってくれた紳士服売り場、
小学生の時にカツアゲにあったゲームコーナー、中学の時初めてできた彼女と行ったフードコート、家族で毎日のように買い物に行った日用食料品売り場、そして屋上の SL 体験でウサギに手を噛まれてちょっと嫌いになった動物。僕だけでもこれだけあるんです。あなただってお父さんの熊次郎さんに園長として人として認められたんじゃないんですか。でも熊次郎さんがお亡くなりになり、あなたは園長から社長になり、そこに寄ってきた人によって市長になり、立場が人を悪い方に変えてしまったなと思いながら、僕はあなたのもとで働いていました。僕はあの時の白熊園長が大好きです。覚えてないでしょうが、そのウサギに手を噛まれて大した怪我でもないのに騒いで泣いていたら、あなたが泣き止ませ手当てまでしてくれて、その時ずっと動物たちの面白く楽しい話、あの動物はああなんだよ、この動物はこうなんだよ、いかに動物が素晴らしいかという話をずっとしてくれました。覚えてるんですか。はい、あの時の少年です。こんなに大きくなりました。白熊さん、なぜあなたが IR に反対していたかを調べました。駅前がこうなってしまったのはショッピングモールを誘致した自分のせいだって後悔されていたんです。
ユーサベルス誕生のためにご協力お願いいたします。白熊園長。先日まで、開設しておりました市全体にありました避難所を全て閉鎖し、ナジム・エミール社が建設いたしました仮設住宅に被災者の全てが入居完了しましたことをここにご報告いたします。そして次は、駅前の問題です。白熊ビルの所有者である白石熊蔵氏と話し合いの場を重ねてまいりました結果、あの土地をサベル市に売却していただけることで決着いたしました。これでサベル市の準備は整いました。あとは北海道知事のご決断のみです。もし仮に良いご決断をしていただければ、速やかに白熊ビルを解体し、新たな複合大型ビル、ノチウカムイビルの建設準備が完了することもここにご報告いたします。駅前の再開発が進展しましたことにより、私はニューサベル市誕生への第一歩として捉えております。はい、 IR に関する住民投票の問題したからさ、何度も言ってしょ、なじまないでしょ。はい、この質問は今日まで、そして明日からもしないように。金がいろいろ飛んでる中の皆さんをお集まりいただき、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。このような話になってなりました。私が帰ってきていろいろな状況を見ながら、書いて、出来上がった瞬間に、知事が誘致を反対する、しばらくして、中国人からお金をもらっているといういろんな問題が IR に関して出てきましたが、自分としては明るく前向きに終わりたいなと思いまして、このような結末になりました。そうですね、いろいろ IR の保険もありますけども、これをきっかけに、前向きに明るい苫小牧のことをみんなで考えていけたらなというふうに捉えておりますし、皆さんに伝わればなというふうに思っております。皆さん、そしてこれが終わってご自宅にお帰りになりましたら、しっかりと手洗い、うがい、除菌しっかり行ってください。もう皆さんこれで濃厚接触者となってしまいましたので、これからもしっかり手洗い、うがいお願いいたします。お手元のアンケートよろしかったら何か一言お書きいただければ幸いでございます。それでの、ロビーの方で私皆さんのことをお見送りいたしますので、写真ですとか何でもお答え、皆様からのリクエストをお答えいたしますので、気軽に軽い感じで声かけていただければと思っております。こんな平日の週の真ん中水曜日にこれだけのお客様ご来場いただきまして、最後になります。本日のご来場誠にありがとうございました。